今日はですね、11月の11日ですよね。12で。ごめんなさい。いや、オンエア的には。オンエアは12です。どれ？いやいや、今日は12なんでしょ？12やけども、録音で、はい、11月の19日に、ね、やるんですよね。はいはい、今あの大吉さんが生放送終わって、はい、でもこのスタジオに来てくれてるんですよ。どうもどうも、こんにちは、はい、NBS アナウンサーの大吉翔平です。さっきまで生放送をやらせていただいてました、ね、ありがとうございます、で今日その井上さんいう人に会ったよ。井上正アナウンサー、井上さんに、はい、先輩ですね。井上寿司屋で会いましたわ。あ、今日ですか。福島の寿司屋でご夫婦でおられて、お子さんもおられて、でその方は何でおったか言うたら、はい、アマロックっていう今度前上層がやるやつ、映画ですね。僕は出てるんで、僕とあの、中条あやみさんと、江口のりかが出てるんですけども、うん、はい、その井上さんの奥さんの家でずっと撮影したんですよ。ご実家とか。そうそうそう、そんなつながりが、そう、大きな家で、なんと一つ大きなアパートがあって、でアパートっていうか貸してはるアパートもあって、実家もあったやけど、はい、たくさんあるからね。そこでその アマロックの現場がそこやったんです。でそこに奥さんいたはったから、それで分かったよ。それで今日はじゃあたまたま、たまたま僕は あまりにも早く入りすぎても、まあね、気使うから、はい、で大吉さんが名前や言うてはるから、その前にちょっとご飯食べようかと、うちのマネージャーと一緒に食べたら、そこにおられた井上さんが、でその井上さんの奥さんがおられて、僕だから鶴瓶さんとは16年前にそれこそ寿司屋で、あ、寿司屋でね、新人アナウンサーの時に行かせていただいたので、そうそうそう、例えば新地の水っていうとこやと思いますよ、はい、行きっていうとこ、はいはい、米辺にね、行きって書くやつですよ、わ、はい、かるでしょ、米辺に何てか、どない書くのか、米辺に行き、いやいや、米辺に行きって字ね、米辺っていう、行きっていう字ですね、9書いて10書くやつね、生きるみたいな、生きるはちゃう、生きる、生きるはちゃう、お前生きるは生まれるでいいですか、ダブルボケ体制で、すいません、ダブル体制で大丈夫か、神田の蕎麦屋さんで蕎麦食べながら日本酒ちょっと飲むなんて生きやなっていう時の生き、あ、それです、生きる、生きってるとか、生きってる話違うでしょ、なんでそうだして変にちょっと膨らましてちゃうの言うんだよ、生きってるかどうかは知らないわ、生きてるお前やんけ、私が生きてるその生きは生きてるわ、そこ多分そこ死んじゃった、そこのお寿司屋さんに、うん、ありがとうございました、お前と一緒に行ったやないか、行きました、そういえば、え、その店ですか、お前それを知らんと、そういえばって、はい、あ、私も行きましたやないか、普通は本当にどうなってんですか、どうなってんの、何もかも興味ないから美味しいなって、ね、ニオさんと一緒に、あ、お寿司、あ、その時がそうだった、その時が初めてね、そうなんや、ちょっとね、悲しみに浸ってる時にたまたま飛行機の中でお宝の飯食いに5回と連れて行った、偶然ですもんね、偶然、離婚直後、はい、隣に座ったのが鶴瓶さんだったんですよたまたま、たまたま、俺もそのなんていうんですか、3人掛けの真ん中に座る羽目になって、あら、急いで入ったから、ほんだ隣女の人やったやん、うん、じーっと見つめられて気持ち悪いなと思ったら藤吉やって、藤林と藤林がこんなかった、藤吉が二人まとめてね、しっかりしてくださいっていうの珍しいんですから、いつも怒られる側なのに今日ひどいですよ、本当にちゃんとしてください、本当ちゃんとします、日付全員間違ってましたからね、冒頭からいやいや、今日聞いてるのは大吉さんがやっぱり、まあもうなんていうか、毎日放送のなんていうの、まあ言うたら中心や言うて、いや、そんなやめてください、もう目の敵にされるから、師匠目の敵にされるから、そんなこと言うたら大体誰が想像つくでしょう、でも喋り方ちょっとニシンに似てるで、目の敵にされるかっていう、嫌そうな顔してる、ああいやでもなんかでもベテラン感出てらっしゃいますよね、やっぱり、まあ、そうですか、喋り上手だし、うん、いやいやいや、今日生放送の入りめっちゃベテランだった、鶴瓶さんみたいな入り方ちょっと真似しました、ね、なんとかなんとかでなんとかでっていうこの低い感じからもう新番組パーンで、まあ、どうもとかじゃなくて、そうじゃないじゃない、そう、もう生放送でいきなりパンっ て、もう話し始めるっていう鶴瓶さんのやり方を、俺のやり方、はい、俺はただ普通やよ、そのままいや、それをもう普通にされてたんで、師匠の入り方ありますもんね、俺の入り方正直もう
ちっちゃい声で最初ぐじゅぐじゅって言うぐじゅぐじゅって言うのがちょっと悪いでぐじゅぐじゅってだから大体これちょっと前の5分前ぐらいのエピソードから入るじゃないですか。まあまあそうやわな、そうやわな、まあまあそうやな、でなんかこうみんなをこう集中させてからだんだんとリズムでこうやっていくじゃないですか。かっこいいなと思ったあれが。だから大吉さんはそれが今中心の人やいうとうちのマネージャーに聞いたんですよ、うん、いやそんなことないです。嫌なこと言われるかもわからないんですけどね、はい、全然あのボロボロですよ割と、あの自分が番組してメイン務めた思ったら割とすぐ終わり、その後離婚して藤林さんと同じような人生を送ってますんで、早い早い早い10秒ぐらいで一気に不幸を出さないで早いって俺そんなん知らんわ、ええことばっかり聞いてるからやな、あのだけどあの全力で毎日楽しく生きてますよというのでロンリーサンデーというみんなの孤独を一緒に笑い飛ばしましょうという番組をやっております。僭越ながらこの前にすまへん。いやいやみんなの孤独をええ番組やのそれ、うん、え今日はその、ね、孤独を吹き飛ばしたわけ、その吹き飛ばせたと思ってます。あのそんなんそんなことは孤独でも何でもないんですよと、大体みんなそんな寂しさはありますよっていう時もありますし、まあ内容によってはまあこれはちょっと私の手には負えんなという孤独もあるんですが、結構、はい、重たいやつもあるんですけど、ありますけど、でもねえ誰だってちょっと孤独はあるから、まあ、まあ、大概いろんなもんあるけど、その傷ついてたらキリなんやんか。今日らでも私あの、まあ、うちのマネージャーゴルフ始めたんで一緒に行こうかいって行ったんですよ、はい、いろんなタイプのゴルフ場があるんですけども、割とその雑なゴルフ場なんですよね。そこはあの、うん、ジャケットもいらない、何もきっちりしてない、きっちりしてないとこの良さもあるんですよ。すごい楽やからね、そのジャケット剣とそのまま行って、はい、もうね、あの上の食堂の人もものすごく仲ええし、はい、しかしあのお客さんはその割とざっくばらんな人来てはるから、はい、ね、だから俺あんなんされた初めてですけども、階段登ってきたら正面にいてた俺と一緒ぐらいのおっさんがずっと、うん、おこいつやこいつやこいつや言うてずっと指をえぇ、ー、こいつや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 でって指差しながら指差しながらずっとね、鶴瓶さんに向かって、いや俺それめっちゃおもろい思ったから、あどうもどうも言うとこいつや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 優しい、あんな人おる なあ、ええー、年したおっさんが指差してこいつや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 、それはでも面白いからすごいですね、だってそれ怒っていいんですか、普通怒っていいやつじゃないですか。いや怒っていいのあんま感じないいやいやこいつはこいつはこいつはって言われてるんですよね、こいつは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 言うて、それだって名前が急遽パッと出なくなったのか、そうじゃないな、普通にこんな人が来てはるでというのを、まああのね、言うたら周りにギターの人たちが喋ってたんですね、だから喋ってたよな、弟こいつは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 で去っていったんですけどね、僕もこんにちは言うて、うん、そう悪気のまあ悪気の指差し方おかしいやろ、でも人に指さす、ゲートしてこいつも嫌ですね、こいつって言われるのなんか、そうそうそう、ね、でもなんかそれがまっちゃおもろいって思ってしまうたちなんですよ、うん、あかん、いやもうだからそこまで行ったんですね、やっぱりだからやっぱその腹も立つとかのレベルももう超えて、そんな腹立つお前ようあるやろ、そんな腹立つこと、いや僕すぐ怒りますから、やっぱ怒んねん、どうやって、いや結構怒ってるけどチケット買うてほしいみたいになるのちゃう、だからそこは割り切りますよ、だからあの腹立つけど、まあまあでもチケット買うからまあいいかと思う、よろしくお願いします、ああうんぜひぜひ、ああのいいといいところの席ありますんでとは言いますよ、やっぱり、ね、チケット買ってもらうんで、そこはグッとこらえてグッとこらえてはありますけど、大江さんそんなちょっと失礼なこと言われたことある、大阪の人はまあそれがキャラとも思ってるんですけども、いきなりこう出現する時あるじゃないですか横断歩道とかで待ってても出現して、例えばいつも見てます4チャンネルのアナウンサーですねとかいう枕があったらいいんですけど、いきなり背中パーンされてよう頑張ってないかいとか言われるとびっくりするんですよ、普通にうわー何って、あれやめてほしい、出現するの、出現ね、いきなりおっさんなの、おっさん、いやおっさんもお姉さんもまあまあ、お姉さんはなんかニュルッと現れますね、この脇のあたりから、うん、最近よう出てるやんかとか、あと最近あんま見えへんなとか、 いらんこと言わんでええねもあるし、わかります、あるのそれは、わかるわかる、わかんの、はい、あのよく私はあの玉巻ちゃんサインちょうだいって言って、いや私藤林やしっていうのがよくあって、玉巻えいみって書きます私は、すごーなんでやねんな、いや違います、違います、もう違いますって言ったら誰って言ってきて、藤林ですあーってなるのが嫌やったんで、うん、玉巻ですって書いて出したりとかは、俺こっちおもろいなと思ったのはあの京阪電車降りた時、俺はあの、京橋におったんやけど、パッと向こうが降りてきはったんや、はい、乗ろうと思ったけど、サインもらおうか
はい、指さして。書くもあるか。あります。ペンあるか。みんな俺俺すど。いや、なんかの工場長とか社長とか、なんかの長なんかもしれないですね、その人ね。なんかそれなんかもらった。これはでもちょっと笑っちゃいますね。もらおうかいうの。ちょっとおもろいよ。それは笑っちゃいますね。電車でちゃおもろいよ。あとどんなんあんの。いや、私あの昨日イベントしてたんですけど、サインを書いてくれってちょうど言われて、うん、でこうサインを自分のサインをしたんですよ、はいはい、そしたらローマ字なんでわからんと。名前を書けと。いや、じゃあなんでもろたんと。そのサインくれって言われたのと見ながら、分かりましたって言ってこう漢字でね、田口真理って書いたら、で京都府って言われて、京都府京都府って言われて、京都府京都市、いや住所書かないですよ。何なんですかって。うまいな。うまいな。うまい。住所書かれわって言って、そのまま京都府まで分かったんだよ。いや書いた。分からんけど、どこかなあかんのかなと思って、京都府。僕は京都で分かった。そう、多分あのプロフィール で、そう、名前はちゃんとなんかあんまりこうはっきり分からへん。なんかタグマリみたいな感じで覚えてたから、名前書いてた。ちょっと笑えんのはそういうのあるよね。そのサインもらおうかいんとか。だからコソコソするのもちょっと好きやねん。コソコソ？コソコソするの。そばへすーっと来はって、はい、小さい声でチッとした羽の何気持ち悪いな。お忍びですかって。これ好きやねん。気使ってるんでしょうね、向こうはね。全然忍んでないねん。忍んでないのに。全くね、全然目隠ししてるわけじゃないですもんね。お忍びですかって。お忍びですかって。でもまあそうやろね。俺らこんだけ出てってね、知らん人もいてんねんから。いやそれはさすがに。知らんってか、名前出て、うん。だからだんだん知らん人がね、また生まれてちょっとええ年、大きなるっていうか、10歳ぐらいまでで俺を覚えるっていうのをどっかにしとかないと、鶴瓶って分からへんが。今 YouTube、 いやその番組やってましたよね。これそれ知名度、全国知名度ランキングで90何パーとかですよね、確か、はい、師匠が。それもちろんだからトップ10には入ってて、で90、そうだからさんまさんとかと同じぐらいのパーセンテージで、90いくつだそうですよ。いやでもずっとあのなんか小学校の子に麦茶麦茶って言われて、麦茶とかキューちゃんとか、あと今のほらあのキャラクターのね、スシローとか言われる。スシロー、これ僕スシロー行ったらもう、まありましたよ、スシローにパネルにも師匠のな、出てました出てました、はい、何どうした、ミニオンの、あのね、グルーだ。グルーやっていう、やっぱ声でね、グルーや。だからグルーの真似してあげんねんか。すごい、真似してくれる。今日グルー行ったんやけど、うちのマネージャーがね、こうやってやっとんねん。まあやりだしたこれやから、はい、ふっと見たら、けったいななんかボールやねん。ほんとふっと見たら、スシローの、あの、寿司のマークやって。そうなるんですか。まあ、それ、OB したらあかんでって言って、スシローだらけだっとね。いやいや、だから、まあ、スシロー特製ボールみたいな。そうそう。すごい。俺持てへんの、あいつ持っとんの。あら、関係者だけなのかな、関係者なんかそうやね。いやいや、だからまあそういうなんで、まあね、言われ方言うんかな。うん、まあそんな、有名やと言われてんの。なってたそんな。なりません、なってました。ベスト10には入って。逆にその 3% が、ね、100じゃないのが不思議ですけど、これだけ。だから、本当に世の中には、そういう人が、うん、もしかしたら、僕は信じられないですけど。まあ。いやいや、知らんすよ。言ってるよ。だからこのその人生の中で小久手鶴瓶というものを通ってこなかったってことですよね。でまた漢字が難しいやんか。小久手鶴瓶と読めるような、あさんまなんか読めないやん、さんまって。ひらがなですね。そうですね。俺も鶴瓶ひらがなにしようかな思うわ。これ今からですか。今から解明するんですか。鶴瓶でいいんじゃないですか。ひらがなでしようかなって。お前難しくなったよな。僕だからもう最悪ですよ。トムやったのに、はいはい、今金賞亭満堂になりました。もうサインももう字が汚いからもうなんかもうぐちゃぐちゃになるんですよ。だからサインサインを変えたんですね。サイン変えました。もうあのローマ字でアニエスベーみたいな感じで満堂系って、それがすごいすっごいがっかりされるんですよ。絶対やめた方がいいですよ。そりゃ本当に金賞亭満堂は漢字やで、ね、いやでもやっぱ絶対です。だって自覚多すぎて、例えばなんかそのグッズ販売売り場に僕はいつも立ってるわけですよ、はい、その寄せで取りをとか落語会で取りを取って、はいはい、どうもありがとうございました、頑張りますって言ってすぐにグッズ販売売り場、さあ先ほど取りを務めた男がここにって言ってグッズを売っていくんですけど、うん、サインちょうだいって言われたら、はい、金賞亭満堂って書いてないじゃないですか。時間がねかかるからね。だからやっぱり全部ひらがなにするとか金賞亭。それでも長いんだよ金賞亭満堂って。でも満堂系はちょっと満堂系がいいじゃん。満堂系満堂系なの。はい満堂系もう全部もう統一で本当にこう
いや、いらん。いやだー、すごくダサいですよね。やだー、英語がちょっとで、これを書くと、ありがとうございますって言ってみんなちょっと嬉しくないですね。じゃあどうしていいの、もうサイン考えてほしい、本当に。え、そういうサイトありますよ、サイン考えてくれるサイト。そんなサイトがあるの？ありますよね。誰に向けてやるのそれ？え、大吉はどうしてんの？これ大吉って書かれるの間違えられるやろ。大吉、名前やんか、こう大吉。大吉とか言って大吉なんですが、これはだから本当に生きてるって言われそうなんですが、私はちょっとその大吉傭兵をちょっと崩してこう書いております。読めそうで読めない。確かに。あ、でもでも分かります。めっちゃ生きてる。めっちゃ生きてる。これは生きてるわ。これで、ま、こういう方ですけど、万道系の方がいいですよね。そしたら分かるから。まあまあ、いや。いや。万道系はちょっと本当に。曲はなってこういろんなね、飲食店とか行ってたら、東京の有名なアナウンサーの方々とかもサイン書いてらっしゃるのあるんですけど、全く崩さずに、例えばフジテレビアナウンサー誰々って書いてるのって、一見印象がいいようで、ちょっとやっぱり、あざといでしょ。そんな有名なのに崩さないっていう、私はサラリーマンですから局アナですからって、ちょっともう今はね、みんな藤林なんかもう藤林なんかぐちゃぐちゃやろ。これですよ私。どんなあざとい、あざといやつだ。違うんですって。あざといは違うんですって。まあ、そのあざといとかじゃないんです。タレントじゃないですから。なんでかって言ったら、サインとかそういうデザインを考えるのが苦手なので、プラス逆に9年目ですけれども、5年とか6年ぐらい前に、いやサインとかでどうしてますみたいなことを先輩に相談したら、うん、サインとかあると逆にあざとく思われちゃう。あれあざとないし、先輩とか鼻につく場合があるから、普通に書いた方が。先輩誰？言えるわけないでしょ。言うてんの先輩やの。大吉よりも上やろ。大吉さんよりも上の人。あ、でもアドバイスだから言えるやんけ。それやったら一意見でしょ。誰やねん。誰？福島か。あ、福島さんじゃないです。福島大吉よりも、大吉さんよりも後輩ですから、ね、後輩か、うん、あ、その人、あの豊崎さんです。あ、豊崎アナウンサーに。なんか豊崎割とサイン崩れてるよ。何回か見たことある。あれ、先輩の後輩の。豊崎は後輩です。後輩の豊崎さんですよね。豊崎さん。もう辞めて、だから辞めたから崩れたんかな。かもしれないですね。辞めたから崩れた。確かに。毒ありますよね。ないです。ないです。だいぶ毒。いや、離婚した理由分かったわ。何ですか。そういうの。ポッと言うてまうねん、そんなもん。言わんでいいこと。グッと押さえとかないと。デリカシーないんですよね。なんでそんな言われなかった。なんでここには強いの。先輩やのに。先輩やんか、うん、お前もデリカシーないでよ。一個もないですよね。そうですよ。前日だって人の話一個も聞いてないんですから。師匠の質問も一個も答えられてなかったでしょ。だってそうでしたっけ。俺それもすらも記憶してないんだから。もうどうなんですかこの女は。だからまあこういうキャラというか、自分のその居場所みたいなのをうまいこと作ったなと思います。だから今日もこのヤンタンに僕お邪魔させていただくということで、なんか藤林がさーっと歩いていったんですよさっき。その時もうなんかに、私に任せといたら大丈夫ですからと言わんばかりに風切って、後でお願いします、あ、一応さっきの生放送も私メール送っといたんでみたいな。鶴瓶さんとの緊張するでしょ。でももう鶴瓶は私だからぐらいの感じで言ったもんね。お前鶴瓶は私だから言うてんの。私だからって普段は言ってんの。そういう空気がさーっと言ってない。息も読めへんというね。どういうことや。そうやってこと、師匠のことを無視するのも分かりますよね。だって全部、ね、切ってるわけだから、ね、お任せなんだ。おかしなってんよ。お前ら二人とも離婚するの分かるわ。NBS やめた。というわけでございまして、始まりました。まあ、だ理由が分かりましたんでね。中村さんも進めやすいですけど、お互いに。私小久手鶴瓶と金正亭万堂と田口真理と藤林敦子と、そして今日は NBS アナウンサー大吉も加わります。はい、お願いします。よろしくお願いします、はい、ということで、なんでお前ちょっと言わすねん。マスを加わります。今夜はですね、そこパッと取ってなんか違うこと言うたったらええねんか。マスそんな引き取り方あるんですね。先輩にマス言ったことをね、大吉も加わりって言ったら藤林さんが引き取るのかなとは思ってた。確かにマス、はい、加わります。今日は収録です。皆さんからのメールお待ちしております。アドレスヤンタンアットマーク MBS1179.com ヤンタンアットマーク MBS1179.com X でも皆さんからのコメントお待ちしています。ハッシュタグヤン日、カタカナでヤン、漢字で日でつぶやいてください。もう収録を見込んで送ってくる人はいるんですから今、ね、確かにね、はい、もう人のインスタとか見て縛りゅうとかだったらもうね、大体今日は収録だなとか言ってもうちゃんとね狙ってくるんですから。では
この後夜11時30分までお付き合いください。やっぱかなりその藤林の方がだいぶあかんなっていうのが分かってきました。いやありますね、やっぱりあかんですか。いやあかん、いやでもこの席座る人って福島さん以外あかんかったじゃないですか。ああ誰やったそんなそんなそんなこと言う翔太くんとか。ああ厳しいな翔太は。やなもうやめていったわけやんか。今頑張ってるんで、今頑張ってるやんか。確かに、うん、今勉強してもうすぐテストらしいですよ。要はあかんって言うたんなお前お前があかん言うたんな。私もあかんって言われるんで。でも消防は消防で、いやもう藤林じゃないですからって、なんか消防も結構やってたから。いやでもこのヤンタンはあかんのがええわけやんか。あそうですね、嬉しい。あかん、いやあかんやんか。あかんでしょ、ね、もうこれはもう言うてもええって。天才でしょ、ここでまあ言うてもええか。いいと思うんですけど、ここで、もう俺用意ワンは一回気になるわ。ここで、上岡龍太郎さんの警報です。不法やろっていう。笑うたあかんな、これはな。そうだ、笑うたあかん。もうそれ笑われへん。でももうあれは生放送で、生放送で、だってもう無理だもん。生放送で見る。あんななんかすごいしめやかな空気で。でもちょうどここ、でもここで。本当もう皆さんがやっぱりそのニュースでコメントをね、鶴瓶さんのコメントをもう人にも聞きたいってなってるんですよ。警報で。俺ファーン言わなしゃ、もうそれ不法やろ言うたよ。どうになんそんな言う話になりますからね。まあ不法の字が難しいですからね。あの東京のアナウンサーも何人かたまに間違ってんの、はい、途方って言った途方って言った人います。あのひらがなで書いたらいいのにと思うんですけどね。まあ読めるけどね、普通に迅速的なら。いやいや、法は読めるやろと思うけどな。そういうこと。警報ここで警報難しいですよ。多分なんかこうギュッとなった時に間違えるんですよね。なんかその間違えたあかんって思えば思うほど間違えというか、唯一携帯で変換して調べたやつが間違えてるとかあるんですよ、やっぱり。こう振り仮名をね調べる。普通どうすんねん、その急にバッと差し込みで入ってきたら。あかんのか。飛ばします。飛ばします。勝手に飛ばすか、うん、あのまあ振り仮名を振っていただくっていうことをしてるんです。だいたい一番組に一回は間違えられるじゃないですか。なんかこれはでもなんか空と殻を読み始めね、読み間違えてて、どっちだっけ、ね、なんかなんとかの空だったっけ。なんかえっと飲み物が、空になってっていうのが、飲み物が空になってっていうのが言ってて天才だなと思ってやっぱラジオ聞いてたらそれは空かなって言われてたんですよね。なんか空らしい、ね、感じ。じゃあすごいでもレギュラー持ってんねんね。いやお見事増えてます。どういうことなのと。松竹芸能入ってよかったよなお前。はい、松竹芸能入ってよかったいうのはお前だけやわ。いやほんまにあの文句ないの私だけやと思います。ほんまに私と矢野パンさんやと思います。ほんま、いや矢野パン一緒にしたんであいつ腕やるでや。いやいや矢野パンさんも文句を言わないんですよ。文句がないんです。不満がないってことです。そうそう、不満がなく松竹が好きな人なんで、そう思ってんの本当に。私と矢野パンさんだから二人でずっとコンビニで毎日昨日も今日もだって一緒にイベントやってたんですよね。一緒に出るよな。今日から3日間ずっと一緒なんで明日も明後日も。はい、あのパン腕あるけどな、好きやねんな。好きなんですよ松竹もね、すごい。俺はしゃあないもん松竹にいとかないとな。うちの師匠が松竹やったよ。だからそのまま死んでいかはったからね、ほっとかれへんわけやんか。だから松竹やねこれ。それはもう大黒柱の、ね、大黒柱がそこにいたるから、ほんまやめてもええねんけどね。やめないでください絶対。ダメです、やっぱりね。だってホームページ見ると松竹のホームページ見るとまず出てきますからね。まずやめてほしいわ。いやお願いします。だから金くれもう。俺ま取られてんねんで金。おいあれ搾取されてんねん。それなんともちょっと言えないんですけど。僕らサラリーマンから全然分からへん話やね。そのお金儲ってね、事務所がなんぼやとかいう感覚じゃない。お給料なんで俺らもちょっとほんま分からへんけど、ほんと長いで俺もう50年ぐらいおんねんからやな。もう師匠もあそっか、師匠もそうですよね。師匠も一応会社と決まってるんですよね多分。そういうパーセンテージとか。あすごいな、分からへんの。そうですよ、だからそこは我々こう一緒なんですよね多分。割合は、そうそう、割合は俺はだからそこであって、電話システムズっていうところに似てるからね。そこもまた作詞あるやんか。作詞だらけ。いやいやね、それで会社あれやっぱね、成り立ってるわけですから。いやいや、まあまあね、それはもういや、まあその電話に取られるのはええねんで、まあまあ正直に取られるのもええねんけどね。だけども松竹の本体のお世話になった人はみんな死んでもたからね。
あの勝忠夫という人とうちの師匠が死んだから、はい、別におらんでもええねんけどもいてるわけやんかよ。嬉しいんですけどね、うん、嬉しいんですけどってね。いやそれはもう松竹にいる身としてはやっぱり、ね、いや身としてはっていうかそんなに緊張しおれへんからね周りはみんな。いや緊張してほしいないよ。でも昨日今日入ったやつでもやらあのなんか紺のブルマでも、紺のブルマ、紺のブルマもそうやしやで、ね、それから今ないよう出とるあいつ、ヒコロヒーさん、ヒコロヒーもそうやし、ね、なんか他の、まあ、男はちょっと緊張しよるわな。あ、まあ、そりゃ男はね。小田の人の方がその辺はやっぱなんか、ね、そうそうこっちもスケベ乗り越える、スケベやからまあ女やったら許そうかみたいな、お認めになるんですね。いや別に男の人でもええねんけどね、そんな全然、うん、だからそういうのはあるわねやっぱり、うん、先輩後輩っていうのはあったんやろうけどそんな厳しくないよな俺らでも。うん、あ、正直はそうだったんですね。あれを潰しよったのはあのあれ、あいつオセロの松島やんか。へえ、松島さん崩しよったっていうかものすごいタメ口やんか。そうや、あ、そっか、鶴瓶さん、ね、松島さんタメ口でしたね。テレビやからタメ口やろ、ずっとやで。え、最初からですか。最初からだんだんとちょっと仲良くなってて、まあ、ちゃんと喋るな怒られるで言うたらええやんもん、そんなん、すごいな、こっちが言うねんとか。え、最初ってやっぱこのヤングタウンですか。ヤンタウンやな、そうやな。あ、でもその時から松島さんも、そう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 、へえ。でもそのイメージがあるから、うんうん、女性は結構やっぱ鶴瓶さんにはやっぱフランクに喋っちゃうかもしれないですね。まあ、そう見てるからやっぱ昭和のフワちゃんみたいな感じなんですか、ね、昭和のフワちゃん。フワちゃんっていう言い方が昭和まで遡るから。そうそうそう、あとやっぱね、そういうのつけちゃうとさ、めっちゃ古い人みたいな言い方するじゃん。昭和大砲とかじゃないよ今してる話ね。ね、佐野美本当にね。まあまあ、今日どうしたんだろう私。いや今日いつも通りですよ。今日だけじゃないし。もういつも通り。大吉来てるからちょっと緊張してんのかなと思って逆にね。ちゃんとええとこ見せなあかんもんと思って。いいとこ見せようとしてこうなってるんですか今。そうですそうです。そうです、成長したなって思ってもらいたいなと思って。ちょっと今のところまで思われへん。そういう欲があるからよくないですよね。よく出ちゃうとダメだから。昭和のフワちゃん。昭和のフワいいですよ。いいですいいです。怒られるよ本当に。俺もフワちゃんもめっちゃ仲いいよフワちゃん。そうそうそう、ラジオに。そうやそうやし、あのちゃんも仲いいわ、あのちゃんも。あのちゃんもすごいですね。あのちゃんもな、うん、幅すごい、うん。あのちゃんも別にそんな、でもあのちゃん別に。タメ口でもないけどね、うん、不思議な距離感やな。タメ口のイメージですけど、なんとあんまりそんな気使ってないって感じやな。まあ、でも確かに師匠の周りの女の人はみんな気を使ってないですよね師匠に。あとあの、うん、普通の、ね、お友達の方とかも結構いらっしゃいますよね。今日もこれ10年ぶりにおった翔子いうね、あれ元クラブの子がおったよ、結婚してね結婚してご飯食べてはったんや、はい、で、つゆちゃん久しぶりやな言うたから誰かいな思ってぐる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 って子供二人おんねんって誰やな思ってボーン思い出したん、翔子、まあ、翔子やん、うちの娘と一緒やから、翔子お前何してんねん、だ旦那です言うて旦那紹介されて、うん、ほんで子供二人出て、はい、タメ口やんもうずっと私なもうあのなもうやめてだいぶなんねん、だからもうほんまになもうそんな健康的になったでって言うて、隣に今と敬語は一切なかったです、ね、今のこれ、ね、あれあれあれ、その距離感の人結構ねいらっしゃいますよね。これかこれまだ変わってないな電話これやなだからそれや言うてね同じことしてもね怒れる人もいるんでしょうけれども、まあでもされるキャラってね、そんなにだからその喋るそうそうそう、はい、その喋り方とかなんかやろね、うん、挨拶されなかってもええ人と、うん、せなあかん人とおるわな、うん、確かに挨拶せんでも全然何も思えへん人いてるよ、うん、でもしない人はちゃんと言うたろうと思うよ、うん、あるやろ挨拶されなかった。いやありますありますよ、だから僕は結構そういうの自分がやっちゃう挨拶とか大事にする方なんで、うん、ああ挨拶なかったとか思う時もあるし、うん、別にそ本当に多分好きな人なのか別にああそんなのいいよと思うのとやっぱその時よりますね、その人によるんでしょうね多分ね、うん、人によるんだろうな、うん、なんかこうムカつくのいるじゃないですか、なんかこう、うん、なんだ怒ったのに挨拶もしてこない、あ、ご飯ごちそうしたのに、おごったのに、それは余計ちゃうんだろうね、挨拶してよ、おかしいだろ、本当俺だったら絶対次の日絶対電話するんだけどな、みたいな、あ、もう電話してけへんの、してこないんですよ、いや、それええやんけ、いいですか、だって師匠、じゃあ僕が、僕におごっても、おごられてんじゃないや、師匠におごってもらって、僕が次の日電話しなかったら、パッと思い出して腹立ちません、いや
それはないねんけど、お前は絶対電話かけてくるからな。はい。なあ、なんかあんねやろな、思ってるけど。いやいや、別に、そんな裏ではないですよ。もう、あの、ありがとうございます。電話はすごいですね。僕はでも、LINE かメールですね。昨日ありがとうございましたっていう、LINE かメール入れて、で、もし次会う時だったら、この間ありがとうございました、お世話になりましたっていうのは、まあ言いますよね。電話はしたことないけれども。電話ってなんか時代と最近あれらしいですね。なんか、あんまり。そうやねん。あの、電話しても出えへんやんか。そうなんです。はい。で、まあ、メールとかやろうけども、はい、そんなん、あんま見たあれんしな、うん、今だって若い子電話怖いって言うんですよ。電話怖い、電話するの怖いんですって。なんかあんましたことないから、何喋ってるか。アドレス帳って結構あの皆さん電話番号登録するじゃないですか、うんうん、最近の子は20件とか10件しか入れてない。あ、もう使わないんだ。確かに新しい連絡帳増えてないかも。 LINE でしょ。 LINE で3000件ぐらい入ってる。そんな入るんだ。3000件ぐらい入ってんの。3000。いや、なんか件、もうそれマックスじゃないですか。どないしてみんのこれ。どれ何件入ってんねん。あ、多分いいですか。スマホの見方の見方。顔でやってるんですか。犯罪みたいに僕が今顔をこうやって顔認証させようとしましたけど。はいはい。なんか鶴瓶さんの顔認証って面白いな。何件あると思う。俺も知らないけど。でも3000件という数を見たことがないので、実際そんなにあるかというのが信じられないんですが、1000か1000ね、はい、はいはいはい、1500 2000。僕見ちゃってるんで。ああ、もう分かったんですね。では僕分かってるんで今、はい、2538です。おお、それも3000だ、はい、多いの。多いですよ。いやいや、友達作れないですよ。桃子さんより多いんじゃないですか。この間桃子さんが確か番組なんかで、はい、あの2000ぐらいって言ってた。うわ、確か。え、じゃあランキングで1位取れますよ、友達の数。なんのこっちゃ。ね、いや、友達の携帯入ってる。芸能ランキング。もしかしたら。そうですよ。2500。すごいな。2500か。今の若い子にしてもう信じられないと思います。いや、だからこの家族の乾杯で行くやんか、はい、そこ行ってな、いろいろ喋った時に今度東京行きますねんって言うたら、ほんなら電話来たら電話してご飯食べようか言うて言うのが入っててやわ。だから乾杯と入れたら今日さん出てくるわ。いや、もうで、僕も失礼ながらこうね、こうスクロールしないと最後にその件数が出てくるんで、うん、はい、一瞬パッとスクロールするんですけど、もう各著名人の名前がうわって一瞬見えるから、うわ、絶対落としちゃダメですよ。面白そう、見てるだけでも。その電話帳ね、本当はこれ見ながら酒飲みますもん。しばらくずっと。だからこれさ、今日の一番さ来てんの今仲いいやんか、これ。うわ、すごいな。仲いいな。着信があったんですか。着信あるっていうか、もうこうしつこいねこいつ。もう言わないですよ、中井さんのことしつこいなって話。違うね。あれ、ゴルフ行きましょうと、はい、行きましょうやって日にち開けてください言うから、はい、まあ開けたんよ、なんか開け、もうないとこ開けたよ、うん、その後俺お前とこの師匠のあれやんか、記事の会の前やん。あ、そうなんですか。そうやねん、今度ですね、11月17日の後楽ちゃん祭り。そう、開けたよ後楽ちゃん祭り。すいません、ほんと記事の会前ほぼあのゲストだけで客を呼ぼうとしてる、ほんとあの一問の流れですいません、ほんとに。いやいや、それがあったからそれ行かなあかんけど、はい、だから早うから回んのやったらいけるわ言うて出したんや、はいはいはい、ほんなら私がね、私が全部集めますからって言うから、うん、で、あのゴルフ場取ってください言うて、うん、ね、で、これまあ近いとこ取ったんやから、ね、はいはいはい、うん、取って、まあ、あんまり取りにくいとこ取れたんや、取れたやでって言うて、で私がみんな集めますって言うてね、で長いこと連絡来なかって、うん、昨日や、はい、人集まりませんので、あの一緒に来てくれる人集めてくれませんか。今言うの、今言うのか。11月17日で、いやいや、だから弟子やったらすぐ言えるからって、はい、で弟子があかんかって、弟子断られたよ。あらでもそんだけの大スターが人集めようとして、なんかすぐ集まりそうな気がするんですよね、師匠も中井さんも。集まれへんねん。じゃあ俺はもうね、気づかない、はい、こいつ、俺難しい、こいつが嫌やという人とは行きたないわけ。まあ、行ってない、行ってないけど、まあまあ、これと合うのかというと、前に弟子と一緒にいた時に、そいつはええやつかってきたよ。やかましいな。じゃあ、師匠が集めた上でプレゼンしなきゃいけないですね。あの、オーディション、オーディションに。そいつはええやつか、言うから。やかましいな。なんでね。お前が呼んでくれ言うたやつ、ここの弟子会えたらええやつかいって連れてくるわけじゃない、連れてくわけやねそうです、そんなこわごやったら来んないみたいな。ほんであの悪い弟子ですも言えないし、ウキね、ウキ、はい、今やりだしたこれ、はい、ウキと、はい、ウキは知ってるからね、はい、でウキはええのかやったら、ほんなウキと
オーディション合格。すごいですね。一発合格じゃないですか。うちの嫁は気使うから、あかんわけやんか。そこまでですね。うちの嫁気使うから、で集めてやる。雨やねん、17日。はいはい、雨やねん。だから雨やから、やめましょうって言ったら、行きますって来た。あら、あら。そこは行きたいんだ。行きたいね。どうやってんねん、こいつ、ほんまに。何人ぐらいで行くんですか、結局。だから4人やけどね。そんな業さん集まって。いやいや、だから今の感じだとコンペ的な感じでね。そうそう、結構2、30人ぐらい来るんかなって思う。いやいやいや、そんなん、そんなん。集まりますんでしたって4人の話だったもうちょっと、もうちょっと大きい話ぐらい。3人で集まれへんかったよ。いや、俺集めるよ。だからあいつのその審査っていうか、ね、ハードルが高い。なるほどなるほど。いや、どんな高いか知らんけど、まあ、これでいけるわ言うてやな。俺も別にそんなに汚いねん。しかも雨ですしね。しかもその後落語会だし。落語会、落語会やんか。あいつら落語会の意味知らんやろ。まあまあイメージはあんまないんじゃないですか、落語会。せやろ。しかも工場もあるし、すいません。工場あって。もう着物も多くなっちゃって、すいません。そうだよな、それ篠介さんとか分子のお兄さんとか俺とやで。すごいメンバーですよ。すごいメンバー。すごいメンバーやんか。いや、とんでもないメンバー集まってましたね。そうやろ。後楽ちゃん祭り。後楽ちゃん祭り、もう売り切れたん。いや、多分売り切れてんじゃないですかね、多分、はい、あのメンバーですから、うちの師匠じゃ埋まらないような箱でやってますから、本当にその前に雨の、雨のゴルフ、雨のゴルフやん、いや、ハードですね。ほんで何遍もやな、やめやかって、やめとこえたら行きますと。お前人集めんと、ゴルフ場も取らんと、ようそんなこと抜かすなと。なんかいいですね。いい関係性なんですね。いい関係性やないって。友達ですね、本当に。なんか年の差ると感じないですね、会話を聞くと。感じない。いやいや、どんな、もう気つこてへんがな、ほんまに気つこてへんよ。腹立つのはね、こいつ。こうこうこうで、で、なんか大事な時になんかできませんかねとか、あのナレーション読む時に口内炎できたとかっていうの俺言うたんや、はい、ね、口内炎できた、それからポスター取らなあかん時にここにちょっとニキビできたとか言うたんや、ほんだらそれこの前のラジオで言ってましたよね、言うからお前が振ったんやろ。お前が聞いてんねん。ひどいやろ、お前が聞いたやろと。だから俺が前に喋ったことを知ってるから喋っとんねん。ああ、だからあえて振ってるんですね。あえて振っとんねん、それを言うために。ああ、これでも言うてましたよね、お前が言うて。だって一緒のラジオ聞かれてるもんね。ずっと聞いとんじゃないですか。一応もそれな、うん、そうなんだ。そうそう、好きなんですね、やっぱ師匠のこと。好きっていうか、なんやろな、お手遊び方もなんか好きがすごいですね。ラジオでまず聞いたことをね。うん、あのお父さんは素敵な人ですよ、めっちゃ手が俺仲良かった。お父さんはめちゃめちゃ素敵。もうにしましょう、お父さん。中井さんも素敵な。違う違う、俺麻雀してたんで、お父さんとね、中井ボロカスによるから、ひろちゃんそれは言っちゃダメだよ師匠にって言う。そんな感じなんだ。叱ってくれたよね、あんなええ人ないで。その人が死んでしまった。こっちの話ですね。だって師匠のこと散々いじってて、息子が、ね、耐えられなくなったお父さんがそれはダメだっていう関係性、すごいです。すごすぎる。結局親子で仲いいわけですから。そうですね。ヒロちゃん言ってる。だってお父さんの方が年近いですか。そんなことないですか。どうぞ、どうしよう、そんな近い。そうですよね、だから。だからでも親友は息子の方なんですもんね。親友じゃない。あ、親友じゃないですか。長い。いや、あ、でもあの話を聞いてると親友のことを語る感じですね。長い付き合いだけはもう15ぐらいの時は知ってんねんから。あ、長い付き合いだな。長い付き合い。長い付き合いですね。35年ぐらい付き合ってんだよ。すごい。そやろ、うん、でもスマップやということだよな、あぐらかいとったんやな。そんなこと言えない、師匠だけですよ。いや、ほんまにスマップをあぐらかいてるなんて発言、僕らもう触れたくないですよ。怒られますよ。いや、でもやっぱりジャニーズにとってのスマップはすごいもんね。そりゃもうすごいね、うん、中国の人向こう行った時な、8万人ぐらい集めてるのもね、海外で、ね、海外で、すごい、中国でものすごい、あれ見た時びっくりしたよ。温家宝言う人おるやんか、あのその人がなんかあの中心で人集まったよな、それ。そのファンを、その人が言うたらスマップが来るんで、そんだけ集まったよ、ね、でも結局でもそのスマップの力があるからこそ、それだけの人数が集まるんですね。すごいで、うん、すごい。なんで会ったことはないの？そのないです。僕は一回ご一緒したことがあって、ユニバーサルスタジオジャパンで中井さんがやってらっしゃった当たるっていう、当たるね、
ドラマから映画にもなりましたかね。でそれがアトラクション出すってなって、中居正広さんと堀北真希さんと北村一輝さんが来ての司会をやったことがありました。喋った、あ、はい、打ち合わせの時もずっといたんで。でもびっくりしたのが、その打ち合わせの時全員同じテーブルで、そのいわゆる広告代理店の人が説明していくんですけど、はい、あんまり聞いてるように見えないんですよ、中居さんが、はい、まあ疲れてもいらっしゃるから、うん、でもなんかの時にで、この後40人に何とかをプレゼントしますみたいなことを広告代理店の人がいたら、あれ50じゃなかったって言うんですね、うん、あ、だからこの人多分台本全部頭に入ってんねや、びっくり、鳥肌立って、え、聞いてないふりして聞いてるし、まずその前に全部流れも頭に入ってるから指摘ができるんですよ。俺紅白の司会ね、うん、一緒にやったやんか、はい、っていうのは多分中居が言うたやん、もう NHK ね、米さんでやるとか言うてっていうね、なったやん俺ね、なんで俺が紅白の司会はねすごい話やな、今さらっとびっくりした、はい、で俺台本見ひんでって言うてん、で一切台本見ひんかったんやけど、全部あいつ覚えとんの、全部、普通の番組には入ってるんですね、そうそう、全部入ってて、それで俺の背中ポンと叩いたら俺機械みたいに、いや紅白ってそんな感じなんですか、もちろん出ますよね、カンペみたいな、カンペ出んねんけど、どこ出てるか分からへんよ、ほんならあいつが、いやカンペ見んでもあいつカンペは出てるよ、出てるけど今どこで喋るのかっていうのが俺こっちも分からへんから、背中ポンと叩いて喋るわけ、だからなんか腹話と人間が本当ですね、すごーい、すごいよ、基本は全部入れなきゃいけないんですよね、全部入ってるんだよ、あれだって噂で聞くともうタウンページぐらいの分厚さある、もうそれすごいよ紅白の台本で、こんなんやるから見ひん言うてずっと見ひんかって、両方すごいですね、見ひんと、ね、それも言えないし、覚えてるっていうのって怖くないですか、何にも入ってない状態でポンと押されてなんか喋んなきゃいけない方が、怖ないわ、別にやっぱすごいてか、いや怖すごない全然あかんよ、でもそれ覚えられへんやん、そんなごっついの、うん、ね、でもあいつ覚えとる覚えてる、結構そう鳥肌立ちましたね、そやすごい、全部覚えとるな、びっくりした、別に打ち合い しようんだよね、こないだ言ったら怒られたから俺また、こないだの仰天やん、ちょっと寝てもあら鶴瓶さんが VTR 中見ながら、お客さんいたはねで、うん、俺パン叩いてダメですよ、寝たら静かにせえ言うたら寝たでしょ至極真っ当なことをおっしゃってますねそれは全然誰でも怒られるやつ、さすがに大御所とはいえ、寝たのは、ね、だって、ね、寝たんですもんね、自覚もあるんですもんね、寝てたんですもんね、普通に収録中に寝てて、これちゃんと寝てますね、ちゃんと寝てますね、曲がったんですか、曲がってて、やったらこれこれあったでしょって言って、あ、もうなんかちょっと国会じゃなくて、じゃなくて結構ちゃんと寝たんですね、じゃあ、いや 寝ながらとなんかこんなしてたやろ指がこんな起きてますみたいな、何一応ね、一応寝てるよっていう、起きてるよって、はい、ありますよね、そこまでいいよね、何してるのか、これは何ですかよく見てるんですね、いろんなことをね、よく見とね、あの小僧、ほんま小僧ですか腹立つはほんま汚いで、ほんまにゴルフ、うん、もうすぐですからね、いや言われるし、いや言われる、言うんですか、ゴルフ中もワンオンしてもみんな拍手せえねんもん、しないんですか、俺がね、ワンオンしてんの拍手しない、拍手ねんもん、拍手ぐらいせえと確かに確かに拍手はしなきゃいけない、全然、まあまあそんな話よ、なんでこんなことになったんや面白い、だからまあそういう意味ではね、もう長い付き合いですから、はい、だからまあすごい、まあその今あの親父が言ったように、はい、やっぱりそういう台本を覚えるのはすごいですよ、うん、できないことですからね、誰もができることじゃないですからね、それもね、こんなやつですからね、はいはい、でもアナウンスの方って結構でも読み込んでるんじゃないですか、結構読んでたりしますか、ね、私はそういうタイプです、藤林がどうかは知りませんけども怖い、そんなこと言うんですか、でも確かに、ちゃんと私は割と読んで割と頭に入れているタイプ、私は読みますけど頭には入らないです、いやいや、それ読んでないでしょ、読んでるんですよ、読んでるんですけど、なんか流れとか結構ちゃんとギリギリまで見て悩みますね絶対さ向いてないわ向いてない、そんなことそんなことない、向いてない向いてない、だけどこんな雰囲気には向いてんの、こういう番組でそんなきっちりされた人来られても困るやん、カチッとした番組がやっぱちょっと向いてないとか、うん、お前もやお前もや、意外と覚えられますよ、覚えられるの、嘘やん、意味わからなくても覚えます、それがすごいよね、でも全部ルビー振ってもらうのやろ、はい、
この間ようやくルビーも覚えたよな、初めルビーって言ったら何のことですかみたいな読み仮名、ルビーが、ルビーのこと、読み仮名、何のニュースかも分からないけど読む、司会は全く分からない、司会業がめちゃくちゃ苦手です。だからいやいやちょっと間違え、ちゃんとせなあかん、まあ、アナウンサーやねんからえ司会業それは絶対本屋で言うとあかんのちゃうの、そうですね、適材見てみ、適材適所西畑見てみな、でもこれ自由な時はいいんですよね。あ、こういうのは僕この間別で藤林さんと福ちゃんのあのアナウンスの MBS YouTube に出していただいたんですけど、なんていうやっちゃった、裏表テレビ、裏表テレビに出していただいて、それでさっきなんか福ちゃんからちょっととりあえず動画も編集したから見てよって言ったら、普通に藤林さんが僕が一生懸命喋ってる時にこうやったとか、本当聞いてないんですよ、もうむっくりして、で福ちゃんが悪いからちゃんとそういうのを使ってるから、え、これ聞いてないのと、そうだよ、いつも聞いてないよって言って、もういいかげん、もう全然聞いてない、で、なんなら僕に振ったのに、僕が喋ってる時にもう他のとこ見て、もう3人しかいないのに、すごいですよ、なんか、それがでも面白くなってるから、違う、さすがやね、でも、ちゃんと聞いてますよ、肝が座ってるというか、ちゃんと聞いてるんですけど、次何話そうかなって思いながら、それが伸びに、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 腕を、そうだから、あはははって言ってから、そこから意識がないんですよ、もう。朝だったからかな、朝10時集合だったから、そんなことないですよ、わかんねえよ、福ちゃんに怒れんの、もう福ちゃんは、福ちゃんは別に怒んないです、まあでも怒られる、もう言ってもそれなりのね中堅になってきたから、怒られますよ、怒られるか、はい、怒られてます、怒られるんです、ちゃんとしやとか、ちゃんとしや、人として、人としてどれどれ、仕事ちゃんとできるって聞かれます、なんか、あ、これが発注来た、これができる、大丈夫できるっていうのを西さんにいつも言われます、でその時に基本できますって、基本的に私誰にとってもうたんや、大体社長ですね、元社長、だ誰やの、出てこへんの、山本か、山本さん、さんじゃないです、ね、山本さんの出てこへんの、前の社長、山本さん、今の社長知ってる、今です、虫脇さん、え、虫脇さん、虫脇じゃない、虫秋、うわー、あの、いやー、うちの社長虫秋いますね、虫脇ちゃうねん、知らんかったなあ、いいね、社長知らんかったんで、絶好調、西畑 いつもありがとうね、ちょっと入ってきて怒ってくれよ、いつも、いつも俺に怒ったの、でもあの西畑さんが普通にえ普通にもうなんかリアルえ藤林氏が入社した時の社長は三村社長かな、三村さんに聞いていただきました、はい、あ、そうだ、今思い出してすごい、お前三村さん、はい、三村さんに取っていただきました、電話して言うとくわ、やめてください、誰取ったんや、素晴らしい人生で消防にね、そうよ、藤林さんに、いやでも、いやここでしか勤められへんわ、ほんま、そうなんですよ、だからいつもこの司会業入ってるけど大丈夫できる打ち合わせちゃんとしようねみたいな感じで言われます、子供に言われてるみたいな、はい、私で大丈夫でしょうかって、でも他の人がお前の役でここへ来たらもうちょっとあかんかもね、あ、そうですね、それは絶対あると思いますね、藤林やからっていうね、調子のとあかんで、だけどそれは、うん、ここにいてるお前がそうなのな、狙っちゃうとダメな、すな、ダメなんですよね、うん、狙ってるんですよ、ね、狙うとみんなバサバサっていくんだ、そうなんで、ダメなんですよ、だから狙わないでおこっていうのを、うん、しっかりと、社長の名前間違ったのも狙ったわけじゃないんだ、おかしいやろ、あれはあえてなんだよ、あえてです、まあ、藤林はだからその報道系のね仕事をちょっとやってた時もありましたけど、僕がちょうどキャスター勤めてる時にねもう面白おかしいいろんなミスをしていたのでね、どんな、いや私が本当に怒られたのが、怒られたっていうか笑ってたのが猿の事件ですよ、覚えてますか、あ、そう、なんか猿の事件、箕面かどっかでその猿が猿、あ、人里に降りてきたと、で猿ってね子供に危害を加えたり、はいはい、怪我させたりするから、これは結構ちゃんと真面目なニュースなんですよね、はい、でその猿がどこどこで目撃されて、ここで目撃されて、でどんどん移動してきてますよっていうのを僕スタジオにいて、はいはい、藤林が中継で伝えてたんですけど、はい、多分藤林的には車の通りが非常に多いんですと、この道路、ただ猿はこの南の場所で目撃されてました、だからこんだけ車が通っているのにもかかわらず、どうやってこの猿はこの道路を渡ったんだろうみたいなことが言いたかったんですけど、はい、もう言葉が途中からちょっともうガタガタなってきてめちゃくちゃ真剣な顔で、南部で確認されたこの猿ですが、こんなにも車の通りが多いこの道路を越えてきたその猿の勇気を私は称えたいみたいな、いや、あんた親猿の目線か、何を伝えてんねん、もう僕スタジオですぐ人って、あ、猿の勇気、まあ猿がね移動してるっていうことで、地域の皆さん気をつけてくださいね
ていう猿の勇気それはでもニュースはあかんわそれはな。そうなんです、猿の勇気にびっあの驚きましたみたいな、この渡ろうっていう渡れるっていうのが私はすごいと思います。そんなこと伝えてる、どこを伝えてんねんそんなこと、自分の感想伝える必要あれねん。感想っていうか、私猿の気持ちになって考えて、なんで猿の気持ちになったってね真剣な顔で言ってたね。いや真剣な顔で、これでもすごいことあって昨日、えもうほんとすごい、これもう笑い話じゃないんやけど、まあまあ助かったからよかったんやけど、昨日西宮のねその高速を降りようとしたら、神戸から来て、はいはい、降りようと来たら子供が逆走して上がってきた、危ない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 、小さい子よ、ガーって、で途中でパンと倒れやったから、の降りていこうみたいな、他の人もキャーって、うん、誰や分かれんねこの子が、でうちの浮きが降りていって警察呼んで、はい、でこの子を下へずっと下ろして、はい、で警察が来て、でこの人連れて行かはったんやけども、あの怪我してたわ、こけてて、ほんあれが逆走して上がってる、いくつぐらいの、6つかぐらいやったから、浮きとこの子供ぐらいや言ったからね、うん、迷子で間違えて歩いてきた、そうそうそう、逆走よ、なんか危ない、なんか、うん、だからどないなったらこれ事件かな思ったよね、まあ、こういう言い方ですけど、それで済んでよかったですね、だからもう、そうそう、で、うんね、まあ、朝聞いたら、まあ、保護されて、うん、まあ、あの西宮署にいたはんねんけどね、うん、だからどうなってんのかってあれが ね、まあ、まあね、びっくりしたよ、夜10時頃、夜夜10時頃、うん、逆走して走ってきはったんや、子供が怖いで、いでもまあ別にあのどうしてそんなことになったの、なったとこも分からへんもんね、それは。しかも夜で、まあ、ちゃんと保護されてあそこに行ってやるんだね、よかったよ、ね、間違えて跳ねたり、そうやの、ほっといたら跳ねるで、そうそうそう、夜ね、うん、こう夜だったら分かんないし、暗いし、だからよかったよそれはね、助けて、そんな遭遇する、そんなことに、いや初めて聞きました、高速逆走してくる、逆走してくる子供、子供でしょ、しかも想像がつかない、降りてることがね、びっくりさんは抹茶町を逆走しそうとす、しそうとなるタクシー、これもびっくりしたわ一本ですからね、一本ね、南にね、怖い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 、南方プロやろ、ガー曲がろうとしてガガガガー、抹茶町分からへんかったから、大阪人やったらね分かるやろ、安倍のがあっちやからとかすぐ分かりますけどね、抹茶町は分かるやんか、そう、いや俺は後ろ走ってたよね、うん、だから誰か乗って左向かなって危ないで逆走、うん、あれもね焦ると余計に他の行動するじゃないですか、おかしな行動、空に行っちゃったりとか、バックしようとしたりとか、僕も一回乗りましたけど、そういうの、え六本木で逆走だから、茨城から出てきて4日のタクシー運転手さんで、六本木ヒルズにもう飲まれてて、それでもう逆走しようとして、もうやめてって言ったら、もうはぁーってなってるから、うん、もう一回とりあえずもう入っちゃってるからでもう一回バックももう怖いから、もうとにかく落ち着いて落ち着いてっつって、俺一回出るからって言って、もうなんとかこう10分ぐらいかけて、うん、でもすいませんすいませんすいませんって言うから、あの東京が怖くて東京が怖くてって言うから、やっぱ出てきやったんやろ、向いてない向いてない、茨城でも仕事あると思う、向いてない、この頃ほんとタクシー少ないしね、今これ廃車と分かれてるから、はいはいはい、廃車専用のところがあったから、しかも捕まりにくくなって、それ廃車の方が捕まりやすいんですよね、どういうこと、どういうこと、アプリで、アプリで、なんで言うとおりどういうことって言い直すの、いやあれなんでこんな伝わってないんだよ、たまにあるから、あの滑舌が悪すぎてみんながなんとかニコニコ聞いてくれてるけど全然伝わってない、ゴータクシーとか普通のああいうのが捕まりやすいっていう、ディディとかありますから、うん、あれは結構捕まりやすい、あれ専用になってるとこもあるので、あわかります、わかる、今わかったあのタクソー言うからやな、タクソーって言いました、タクソー言ったね、ってことはもう滑舌です、はい、それは僕はタクソーって言った気持ちは一個もないので、多分何かしらはタクソーって聞いてもらう、うがいしてこい、うがいしてこい、ね、ラジオで言われたことありますよ、ちょっとお前うがいしてこい、うがいしてこい、唾が溜まってんのかな、反省してこいあるけど初めてです ね、 う, ですね、うがいしてこい、ちょっとしてこいかな、ほんまにな、そういうな怖いことってあるよ、ほんまに気をつけなダメですね、何が起こるかわからんということをずっと思っとかなあかんのですけどね、運転してる時は、そんなこと俺よう合うもん、引きつけてんのかな、そんな引きつけてって事件いつも今日起こりますもんね、なんかそやろ、うん、なんか毎回起きるで、なんか事件じゃないけど、まあね、全部がセーフやけどね、うん、うん、あのそれこそ大吉さんがあの生中継で鳥の糞かなんか、うん、ありましたね、もう最近ですよね、はいはい、最近です、最近です、どういうことなの、だからその
ムクドリ、ムクドリやったかな、ムクドリの中継、ムクドリが大量発生してますよっていう中継でした。 あれご覧になったんですか。いや私見てなくて、うんうん、旦那さんから大家さんふんかぶったんだけど大丈夫かなって言われて、みんな落ちてるんですよその駅を歩く人は、もうムクドリがある時間帯になったらバーッと飛んできて、ね、わー来んねん上にずっと回ってね、あれ平方かどっか、加古川でしたか、ね、加古川か、それは何のあれだったんですか、その今、まあ、鳥の被害、その要はムクドリがなぜかこの辺に集まるから、はい、駅に糞害が出てしまっていて地元の人が困ってますよっていうニュースなんですけど、はいはい、まあ、本当に鳥が集まってくると糞をいっぱい落とすんでね、はい、あの僕だけじゃなくて地元の人たちも肩に糞ついたとか、まあ、ちょっとピタッとね、うん、点がピタッとついただけですけど、嬉しいやろそれは、やっぱ今これちょっと放送できるから嬉しくはないです、嬉しくはないですけども伝えました、はい、でももうね見てる人本当に落ちるんだってなるから、ね、臨場感はすごいじゃないですか、鳥の糞ってねちょっと水分含んでるからね、うん、ちょっとピチャッと締めますね。いやいや京阪のあそこの、 あの駅のところの向こうの何やろね、そこにものすごいおるよ鳥、あ京阪にも、京阪のどこやろ、京阪のちょっと天満橋かな、うん、天満じゃなく、うん、平方かとかの、あ平方市、うん、駅のところにめっちゃいて気持ち悪いよあれ、だから住む場所餌がないとかいろんなことがあってね、人里に降りてきてるんでしょうね、クマもそうですけどね、最近多いですもんね、うん、でもまあクマは駆除したあかんよ電話がめっちゃ来てるらしいな、あ、うん、でも危ないですよねやっぱ、まあまあな、まあどっちがだからそういうね、まあ保護する人たちはやっぱりそう思ってるわけ、うん、めっちゃ怒ってはるらしい、うん、うん、でもクマは家の庭のとこにおったらな、怖いですよ、怖いやろ、あの死んだふりしなきゃいけないやつですよね、で死んだふりダメですよ、嘘だよ、だって呼吸見えるもんクマ、呼吸見えるマン。あとなんかわかんないけど今俺ら二人で喋るターンじゃない、うまくいく気がしないんだけど大丈夫俺らで今クマの話やっても大丈夫、本当聞きたい聞きたい、その続き何なんか、ね、なんつったの今クマ、クマは呼吸するの分かるから見えるもん見えるもんって言われてんの今俺見えるもんって言って俺今から喋らなきゃ、死んだふりしても絶対バレるんでダメですよ、死んだふりこの間でも僕なんか YouTube であの海外の人が2人なんかランチしてたらクマがやってきてもうなんか死んだふりしてなんかって書かれても死んだふりして助かったやつ見たよ、だから刺激しないってことなのかな、じっとしとくというのが、まあ、たまたまその時はうまくいったけど、それはうまくいったもん、それがどうなるかそれはうまくいったもん、クマは呼吸してるの見えるもん見えるもんって何、呼吸してるのが見えるもんって何、まずどういうこと、動いてるの、ね、動いてるの、そんな動かないでこんな漫画みたいに気づかないでしょ、だってそれはなんか海外で見たのそれは、海外の YouTube で海外の、YouTube、あのこうお母さんと娘さんが2人でランチしてたところクマ2匹がこうバーって来てるのをもう死んだふりしてあの助かったもん、なんだろう、まあ、クマが風船捕まえてこうやってるの見たわ、ねね、風船で遊んでんのよクマが、うん、飛ぶ風船あるやんかよく、はいはい、それ捕まえてわーって遊んでんのよ、結構賢いのかな、なんか絵本の中みたいだって言ってねニュースで言ってました、でも確かに森の取材に3日前ぐらいに行ったんですけど森なんでもやってるんですね本当に、森の取材の中で3時間歩くっていうロケしてたんですけど、どこやねんそのどこの森や、兵庫の、高町、そこでやっぱみんなこう鈴をねこうつけながらこう山登るんですけど、そうそう熊よけでね、でその時にだから熊はこういきなり動くのにびっくりして襲いかかるから、だから音を鳴らして人がいるよって思わせれば大丈夫みたいな、だから多分死んだふりもそこからいきなりわーってしちゃうともうバンってやられちゃうみたいな、なるほど、だから悪気はないんでしょ向こうも、襲いたくて襲ってるわけじゃなくて自分を守るためにグーってやるわけですよ、そうそう脅かされて行っちゃう、じゃあやっぱりほら死んだふりだったらいいんだ、あなるほどね、でも死んだふりあかんよけどな、聞いたことありましたけどね、誰も専門家いないんでね、もう皆さんほんまにそれぞれの判断でってことなんですけど藤林の言うてることなんか一番信用なりませんからね死んだふりあかんっていうのもね、どっちか分からない、心臓が動いてるか見えるから、見えるもん、その時々、あそう、そんな遭遇した、俺はイノシシ行さん住んでるとこに最初住んでたやん、びっくりするよ、あの西宮のね、あ、はいはい、あの紅葉園というとこや、うちの家のとこやけど、もうイノシシめっちゃ、イノシシとかキジ、キジ、キジ、俺夢見てんのかな思ったけど、朝キジが羽開いとんねん、うわなんか神秘的ですね、それ鶴瓶さんにしか見えてないかもいやいや、ちゃんと見えるから、俺うわ
クジャクかな思ったけど、クジャクなんかおらへんしなと思って、うんうん、ガーッと近づいてくる。あれ生地ですか？生地やん、朝の飲んで帰った時が4時ぐらいかな。あ飲んで帰って4時ぐらい飲んで帰って朝、あ、そうそう、夏かな、まあ、いたんですか、本当に。いてて生地、ほんまやな、俺嘘つけへんやな。いやいや、酔っ払ってて生地みたいなのに見えたわけじゃなくて、違う違う、こうやってほんまの生地が、あれ生地がこうやって近づくんですか？求愛してたんじゃないの？朝4時に。え、何何？求愛。誰に？生地が鶴瓶さんに求愛。あ、いつも見てますってね。見てますって。いつも見てますって。あ、ほか、それはお前な、舐めてんか、ほんまやねんか。ほんまのことや。捕まった。記事捕まったと。記事が捕まった。びっくりしたあれ。朝方のそのなんか夜明けやから、うん、夢見てんのかな思ったけど、それすごく綺麗かったよ。でもう一つはイノシシ。イノシシね。標語は出ますよね。僕も江南大学やったんで、すぐ近くもしょっちゅういるじゃないですか。売り棒がイノシシがね、閑静な住宅街にイノシシがしょっちゅう出てきますからね。しょっちゅうです。しょっちゅうです。もう嫁に俺朝やんこれもね。ピポン鳴らしてイノシシャーって言うたら餌付けしたらあかんねんよ、うん、なんで餌付けするんやろ、イノシシ、あんま見たことないですね、イノシシに餌付けしてる人。そうそう、イノシシほんまに怖かったわあれ、そう、結構突進したりとかね、買い物袋持ってた人が手噛まれたとかね、 そこの中に食べ物あるって分かってるから、お前突進すんねん、それをなんか、なんて言うのか言うてみ、チョモツ突進。いや、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。すごい天才ですね。天才やわ。だって1時間半ほとんど喋んないで、最後にこういうこと言って終わるんですよ、ホームラン。チョモツ突進。チョモツ突進。チョモツ突進じゃないです。いや、これ、いや、さすがですね、本当に。ちょっと惜しい。ちょっと惜しい。待って、あ、だってあのアニメで。あのアニメって何？あのアニメって何？鬼滅の刃。鬼滅の刃ね。イノスケね。ね、言ってしまった。チョモツ突進言ってないです。絶対言ってないよ。ちょもつ突進で分かるまでやってくれ、ちょっと頑張って違う、ちょもつ突進以外は知らないですけど、逆に違う、ちょっと違うんだって、ちょっと違う、惜しくもないけど惜しいんだよ、ちょちつ突進、なになになになんだよ、ちょちつ、ちょちつ、やらせて、なんかそうそうそう、ちょもつ突進面白いわ、ちょもつ突進面白いよ、突進ですもんね、最後ね、強すぎて本体忘れそうになるもん、そう、なんだっけ、え、ちょっと、いや、分かるよ、違う、だから言い過ぎて、長やん、まず長やんか、長あって、長あって、長でも持つか、藤林も怪しい可能性があるから、お前知らんやん、言うてみ、ちょとつ申し、なになに、ちょとつ、ちょとつ申し、ちょとつって言うたやん、ものすごい不安げに言うたやん、はっきり言えや、ちょとつ申し、正解、何が違ったか分からない、ちょっと待って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 、言うたかんねん、え、ちょとつ突進でしょ、ちょとつ突進、え、ちょっと待って、で、なんて言ったの、ちょとつ盲信、あ、ちょとつ盲信、え、何が違うの、ちょっと待って、分からない、分からない、分からない盲信に対して突進ってね、おっしゃってるから、そういうことか、盲と盲が逆なんや、ちょもつじゃないよ、ちょとつだって、ちょとつ盲信、突進じゃない、でもまあ、いや、さすがや、来週聞いても同じこと言うよ、それで、これを記憶しないの、アップデート絶対しないで、いやいやいや、2週間ぐらい聞いたら絶対言うから、何やったっけっつって、うわ、滑るかもしれない。このコーナーではマリリンさん、マンドーさん、私藤林、そして今日は大吉アナウンサーも加わって、今話したい話のタイトルだけを進行表に書いております。そのタイトルだけを見て鶴瓶さんに決めてもらい、話を披露していきます。今日はミラクル返して、カラオケの先輩、車内にての4本です。車内にて、これ僕なんですけど、ああ、まりあの言うと怒られるんですけど、最近も絶対聞いてないからちょっと言うんですけど、奥さんが、あ、奥さんが、ね、うん、絶対におならを認めないんですよ。それは、まあ、怒られるんだよ、いや、怒られる、いやいやいや、本当にで絶対にもう認めない、うん、まあ、泣くで、いや、泣かないです、ちゃんと大丈夫だと思います。それで、ま、全く認めないんですけど、最低な話題やな、これね、唯一認めてくれたことがあって、いや、これはね、もうどうしても言いたい、もうだってね、唯一本当にびっくりした、初めて認めてくれたんです。それが家族で北海道に、夏休み僕どこも連れて行けなかったので、はい、北海道行ったんですよね。でそのレンタカーの車内の中で多分もう、まあ、されたんでしょうね。そしたら、うちの息子が、ね、6歳の息子が大変って言って、北海道ですよ、え、どうしたって言ったら、なんか千葉の汚い川の匂いがするって
でき始めてそれで、それでもう俺はもう分かるからもう、もう笑ってて、でもさすがにで、その時に初めてさすがに今日は自首すればって言ったら、あのごめんね、音やったらいいよ、はい、音やったらいいけど、はい、それは怒られるで、あのでもさすがにそれはあの奥さんも千葉の何、え千葉の汚い川の匂いがするでもそうそう、すごいファンタジーで、それはもうさすがに自分ですいませんと、千葉の あの汚い川の匂いを発したのは私ですって初めて見たの家族やべえ、これ放送に載せてね。いや大丈夫です、確かにね、大丈夫です、聞いてないんで、聞いてないんで大丈夫です、まああの聞いたら怒られるでしょうけど、はい、いや絶対怒られるでしょ、でもどうしてもどうしても言いたかったと、だって面白いじゃないですか、だって普通に純粋に、ね、大変千葉の汚い川の匂いがする北海道で、北海道東川のね、もう澄んだ大地の中で車走らせて、心素直だな表現力が ねえ、じゃあ子供ってやっぱすごいなってちょっと思う、雲南が前にあの、毎日放送の夜の10時から番組やってたんやったか、なんかな、あ、気分は徐々、あ、そうそうそう、はいはい、それで俺とね、あの内村が、はい、あの仲悪いから、はい、二人で旅行せえ言われて、で温泉行ったんや、はいはい、ずっと、はい、でまあ運転しながらね、ずっと行ってるわけやんか、あの内村が運転して俺が横にいてるわけやんか、でこんなん初めてやなとか言って内村に言って、うっちゃんにね言って、で、あ、師匠近づいてきましたって言うたんや、はい、あの温泉がね、はい、なんで分かったんやの、匂いがしますよえ、ほんまやなってもっと吸うてみた、いやほんまやほんまやほんまや、俺の部屋でこっち、こっちよ、これやったわ、最低だよ、だからね一緒にね一緒に旅行するのは嫌だったんだよ、最低だよあんたは、恥ずかしいし、恥ずかしいし、いやー思い切り吸うたし、はい、吸ったし、うわー腹立つだろうな、温泉の香りやとね、めちゃめちゃ怒られてめちゃめちゃ臭かったやろな硫黄の匂いでしたからね、うん、まさしくですね、返して、はい、これ私なんですけど、のちょっとこの時期になったらちょっと思い出すことがあって、大学生のちょっとしょっぱい話なんですが、あのクリスマスが近づいてくるわけじゃないですか、うん、で大学の時に片思いしていたあの同級生がおりまして、うん、でその人にとクリスマスどうにかして一緒に過ごしたいなと思って、うんうんうん、まあ、あの誘うわけなんですよ、一緒にご飯行こうとか、そうそう、うん、自分が誘ってたんです、ご飯行こうやラーメン食べに行こうやとか言うんですけど、そのまあ断られるわけなんですよね、うんうん、ちょっとお前とはいいわみたいな、うんうん、あ、ね、お前とはいいわみたいな、いろんなねそのつっつるんです言葉で、うん、ちょっとあの半玉無料券あるよとか、あ、なんかね、可愛らしいね、可愛らしいな、煮卵トッピングつけるよとか、うん、で一緒にそうやって言ってたら、ある日私が、うん、まあくじ引きで、大学のくじ引きで、うん、観覧車のイルミネーションのチケット2枚、うん、すごいロマンチックの、ね、持ってこいや、うん、これはもうただやし、うわいいやんか観覧車やしな、でその彼にちょっと当たったから行こうや、クリスマスじゃなくてもいいよみたいなこと言って、うんうんうん、あ、行こうって言ってくれたんですよ、うん、チケットをじゃ あ, あの俺が預かっとくよって言って、うん、じゃ あ, あの誘ってまだあのこの日行けるからみたいな感じで言って、うんうん、ずっとそっから何も連絡がなく、なんかクリスマスが過ぎていって、過ぎた、過ぎちゃったんですよ、で、あのチケットどうしたって言うた、言ったんです、よう言うたなお前な、大体わかるやろ、そんな全然何にもないって、ずっともう梨のつぶてやんけな、言うた、うん、そうですよ、そしたら彼がお母さんと行ったって、うわっていう風に言われて、うん、えそれやったら私一人で2回行くのにって言って、返してって言ったら、ちょっとあのその人からごめんって言われて、で後日私の友達と女の子と2人で行ったっていうのを聞き、もうこの努力を返してと、お母さんじゃなかったんだ、そりゃそうでしょ、そりゃお母さんじゃない、みんな思ったで、お母さんと絶対行ってへんで、うん、その時私お母さんやと思ってたんですって純粋だったんだ、
かわいい、かわいい敦子ちゃんは。お母さん親孝行やで、まあいいけど、それやったら私あの他の友達とかとも行ったよっていう話を、ごめんなみたいな。気温が下がるとそれを思い出す、それを思い出しますね。だからちょっとあんまりイルミネーションとかあんま好きじゃないな。次ね、いい思い出すことですね。そうね、ほんと悪い男ですね。でもちょっと悪い、ちょっと悪い、ちょっと悪いんですよ、ね、悪いんですよ、ね、でもその代わりチケットくれたからって言ってラーメンはおごってくれたんです、食堂の、いやいやいや、食堂のラーメン送ってくれて、安いな、安いし、ね、そのね、デリカシーがないやんか、うん、そうなんですよね、食堂のラーメンってお前食堂のラーメンを送って一緒に行こうと言ったやろ、そう、観覧車を一緒に行こうって言うと乗って誰も見えんとこの上まで行くねやんか、そうですよ、うん、楽しみにしてたんですよ、ね、どっちがかで、お母さんって言われたのと、あ、いや別の女の子と行ったって言われたらどっちの方が、まあ、お別の女の子とって言われた方が嫌だったかな、さすがに。お前そんなんまともに信用すんねんな、大体これも純粋よね、もうみんな分かったやん、うん、あんまり責めだったらあかんからあれやけど、だからちょっとマザコンかなって思っちゃったんですよ。いやそんなことよりもお前やそれでラーメンおごってくれたもんっていう感じがちょっとこうダメ男に引っかかる感じがちょっとブン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 やっぱマリにも言うたんやけど、そこはおかしいよね、うん、ちょっとほんと気をつけた方がいいかもですよね、変な人に引っかかるよ本当になんか見つかされたりとかしひん、大丈夫、だそれはケチなんで大丈夫です私。ああそう、はい、ああそう、もうだから絶対あれやめとけよ、そのなんていうのアプリで付き合うとかは、マッチング、でももう今多いですからね、マッチングアプリ、絶対お前はやめとけ、うん、私はやめときます、うん、絶対に、うん、絶対もうそんなよう、こいつがええやつや悪いやつや、よう見んもん、うん、あ、またしね、収入とか年齢とか職業とかで出てきちゃうから、うんうん、離婚した3週間後にマッチングアプリはちょっと登録はしたんですけど、うん、最低え、顔出して、顔出してないです、あ、よかった、どんなもんやろって言って見てたんですけど、うんうん、でもなんか私は無理だなって、やめとけって、人を見る目がないねんいやそんなはっきりといやー今日はなかなかね向いてないとかね、人を見る目がないとかはっきりとね。カラオケの先輩、はい、私なんですけど、だいぶこうコロナも落ち着いてきて、まあ要は毎晩飲みに行ってるんですけれども、一人やったり友達と JR 福島駅のねホテル阪神の前ぐらいで、多いじゃないですか、一軒飲んでちょっと次2軒目行く人を待ってたんですよ。じゃあ多分、まあ、1年目の社員ぐらいどっかの会社の、はい、まあ、スーツもまだ板についてないというか、若い男の子3人、うん、でスーツ姿の若い女の子3人、もうキャッキャキャッキャして、まあ、久しぶりに会社の同期で飲みましたみたいな感じなんですけど、もう大盛り上がり、まあまあお酒も入って、うん、ええー、なーと思いながら見てたんですね。じゃあお一人だけちょっとおつぼねさんみたいな、多分40代前半ぐらいのお姉さんがいるんですよ。その人はもうパンツスーツパチンと着て、みんな次どうするってもう仕切ってるんですね、うん、だからなんかこんな気持ちいい人もおんねんなと、最近飲み会がない中、うん、で、次2軒目行く3軒目行く、あ、そしたらカラオケ行こうかと、何々、そのお姉さんが、何々じゃん、すぐそこにカラオケあるからすぐ電話して、そこ閉まってたら梅田までタクシーで行くから、タクシー私呼ぶからすぐ確認して、テキパキやよーできる人なんですよ。であーテキパキしてええ先輩やなと思ってたら、ちょっとそのお姉さんがなんか携帯で喋りながらその人たちのところを離れたんですね、うん、トコトコトコと離れて、でちょうど僕が人を待ってたあたりに来たんですよ、はいはい、でその瞬間そのお姉さんがその辺の草木にウェーって吐いたマーライオンみたいにブワーって吐いたんですよ、うん、でもほんまに4秒ぐらいです、うん、ブワー吐いた後に口ペーン拭って戻っていって、今度若手気づいてません、若手にほなカラオケ行くでーって、かっこいいこんな人おると思った昭和のサラリーマンの飲み会、すごい人やな、すごい、すごい、吐いたあかんけど、まあでももう我慢できんくてブエー吐いてパーン残ってカラオケ行くで消えていきました。かっこいい、いやかっこいいことは吐いとんねやないやでもね、そのね見せない、見せない、見せないじゃないですか、ちょっともう無理やわとかって普通やったら言いますよ。いやもうね、若い子には負けられないと思ってかっこいいな、かっこいいびっくりした、それびっくりしますよね隣でうわーってやるんですよね一瞬で全部吐き出す、バカにされてんだよ男の人だったらそんなせえんでせえけど、この人だったらええかうわーちょっとかかったんちゃいますぐらい近かったけど、本人の顔色見ててももうちょっともうそれをまず一吹き浸透 あかんぐらい来てたんでしょうね。だからどの精神状態でさっき何々ちゃんタクシーや何々ちゃんカラオケや言うてたやろ思って、すごいっすね、すごい根性、ここまで来てるのってなってた、すごいすごい、成功するわあのミラクル、はい最後私です、あの矢野パンさん
さんと一緒にやってるロケの時にね。いや、3つやってるんでね。いつもロケ行く時にその、番組のその会社の車でいつもこう移動してるんですけど、うん、でその担当してくれてる人が、この間、変わると、うん、で新しい人がこう見習いみたいな感じでこう教えてもらいながら今日から、この人が来ますみたいな感じで初めて来た方がいらっしゃって、でその方々がいつも私とかを車を乗せてくれてこう次のバス、うん、あのロケ場所まで連れてってとかくれるんですよ、うん、でその人がその日は運転をしてて、で初めてやからって言ってその会社の新車に乗って私たちを迎えに来てくれたんですよ。で、もともとやってた方と私と矢野パンさんでこう車に乗っててロケにいろいろ行ってましたって言って、で、心斎橋のロケがあって、でそこで車を止めたんですよ。でロケが終わって次移動するのが本町、はい、ってなった時に矢野パンさんが、あ、もうこの商店街行ったらすぐ次着くから俺はもう歩いてその現場まで行きますねって言われたんですよ。そうで、その私はでもあの車に乗りたかったんで、うん、あの雨も降ってるから車乗りたいなみたいなこと言ってたんですよ、うん、でそのもともとそのロケしてる時にその方がすごい真面目で、もう僕はあの評価とかがすごい気になるんです、うん、そのちょっとでもミスをしたりとか、うん、あと、うん、何かあった時評価が本当に下がるんです、うん、だから評価が気になるからってずっとロケ車でおっしゃってたんですよね、うん、でその車も嫌やと、その本当は運転するのも怖いと、うん、何かあった時タレントさんを乗せて、うん、何かあった時の事故がね、うん、評価がってずっと評価って言ってたんですよ。で、まあ、でもなんか言ってはったけど矢野パンさんも一人で歩きたいかなと思って、うん、まあ、それもあって私はその車に乗せてくださいって言って、うん、で3人でそのパーキングに戻ったんですよ、うん、で次の行こうと思って、でその新しい方がそのお金を払って戻ってきました、じゃあ行こうってガガガガってなったんですよ、うん、でえーってなって、うん、どうしたんですかって、いや分からないです、でもなんか分からへんけどまたちょっとバックをね、なんかあったと思って、またバックをしたらガガガガーって言ってあかん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 ってなって、ほんでもうその人もまあ慌てちゃってて何がどうなのかと、でこれ上がってるんちゃいますと、そうお金払って戻ってきはったけど確かにちょっとゆっくりしてましたよと、そのお金払ってからそうしばらく経つとまた上がるじゃないですか、だから上がったんちゃいますこれっつって、で見たいけど雨で誰が見るみたいな、でまあ見ようかみたいな感じになったんですけど上がってるんですよ。ほんでじゃあちょっとお金をもう一回払ってきてくれへんって言って、その前までいた人にねお金を払ってきてもらわはったんですよ、うん、で帰ってきたらお金払ってへんでって言わはって、でえ僕払いましたって、うん、いや今多分新しく払ったわって結構払ったし、うん、横の払ってましたって言ってその方がでも番号間違い、まあ、そうで新車も傷つけてるし、まあ、そこのねパーキングもあるからすいません歩いて行ってもらっていいですかって言われて、結果私土砂降りの中歩いていくことになって、でその人にあの初日であんだけ評価って言ってた人が一発目でこれなっちゃいましたねって言ったら、実はあの人ねあだ名ミラクルなんですよミラクルさんって呼ばれてるんですよって言って1日目でミラクルを起こしてました。毎回いろんなこと起こしちゃう人だ、そう、それがもう一発目で評価グンって下がったって、でも評価が振りなんだね、評価いっぱい下がってんだろうね、いろんなミラクルで、もしかしたらね、いやこれ勝負やね、カラオケ先輩とミラクルね、うん、あれ返しては社内にてはあれじゃない、返してはもうねはあの大体分かってしもたからね、あ、そうですか、であれはもう奥さんにはあるしね、いやいやなんていうんだよそんなことないですよちゃんと、いやあの初めて来たんでカラオケの先輩、あ、ありがとうございます、嬉しいです、光栄です、感謝やあの人に、うえうえうえでは曲振りお願いします。はい、あの僕は知らないけれどもおそらく若い子たちが今の歌を歌ってる時にあの先輩は絶対こういう歌を歌ってるやろという歌で選びました、大黒摩季さんでララララ、面白い、まあ大吉がね、はい、やっぱりはマリリンの凄さを分かっていただいたというだけでもこれ嬉しいですよね、著物突進はもうちょっと勉強になりました、ね、今だってまだ、ね、勉強することじゃないじゃないですかまだ間違い探しレベルで今探してる、どっちだっけみたいな感じ、分かんないですね、パッて言われたらどっちが間違ってたのかがもう分からないですね、いやそれがいいとかね、うん、それいちいち調べんでもいいし、素晴らしい、でもうね今日これ終わったら終わりでもう次分からへんからね、そうですねちゃんと、はい、ググります、ググる、はい、上岡さんのは何やったん、その何法
不法。あいやさっき途方も言わはったからすごいそれもなんかややこしくないですか。ひっくり返るね。そう。多分でもまたそのメール来た時は私多分固まると思います。どっちだっけ、どっちだっけ、ふだっけ。っていう新しいのも入っちゃったから。そう。けけとふ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 。あとあんまり不法のメールは来へんと思うけど。あそこ入ってくる。確かに。珍しいやつ。いやさすが。さすがしました。あんなスピードで言えないです。本当にわからないからあれが言えてるね。間違おうと思って間違わないもん、うん、でちゃんと鬼滅の刃で勉強してきてるんですそうですよ、これが出るのがすごいと思ったんです自分で、あ自信満々、ね、そうだから褒めてほしかったの、だからもう知ってる、私分かっちゃったって顔でちゃんと言ってたから、褒めてほしかった、褒めてほしかったこんなに笑いを取ってどうですかこれおよしこの番組は。いやもうあのもちろんヤングタウンは、ヤングタウンはそれこそだから中学生の頃から僕は関西の人間なのでもう拝聴していたので、もう今日は本当に感無量、感無量、感無量、はい、初めてです、初めて、新人の時はね自己紹介程度なんで、うん、しっかりトークにというよりかはこういう形で出られるのは初めて、初めてです。いや福ちゃんはやっぱり、いやもうだってもう僕はおじさんのことは福ちゃん、福島だから、はい、よく、いやあの人はすごいんだよ、うん、あの人ホット才能なんだよって、うん、ずっと僕はそれで聞いてて、うん、いやあんたと気が合うと思うんだよなとか言っていつも僕うまいなしゃべり方、はい、なんか言ってたんで、うん、なんかあの初めてちゃんとお話できたなと思いました。でもうちのマネージャーがすごい思ったからね、あの人ね今ね毎日放送ね、しょって立つんですよ、目の敵にされますからやめてください方々から矢が飛んでくるんで、 誰が何言うねんそれは、ね、やっぱりでもそういう時期がないとね、ええ、西もそういう時期があったでしょうね、そういったもんね、もともと隅純一やんか、はい、ね、隅純一の一でしょ今、いいよちょっとそれは言い過ぎ、それはさすがに言い過ぎ、なんかふわっと返せない隅純一の一点あの人もうここにおけるねもう神様みたいな人になってますからね、まだね元気ですけど隅さんは、ようそんなこと言うたんない神様ならあったもん、神様です、神様、隅さんそれに向けてのトークライブですもんね、あートークライブも11月25日にラジオも聞いてください、ありがとうございます、どうもありがとうございました。ありがとうございました。食鉄夢と金所でマンドと田口真理と NBS アナウンサー大吉翔平と藤林敦子でお送りしてきました。あと20してきましたちょっと緊張しちゃった、また最後していきました、どういうことやろいいんですか大吉さん、言わなくて茶屋町ヒルズこれあ、本当大吉白書、あ、いいんですか、ありがとうございます、はい、あと13秒で告知、茶屋町ヒルズ大吉白書バージョン2というトークライブを定期的にしてまして、11月25日ですね、梅田ラテラルでやります、オンライン配信もあるのでぜひチェックしてみてください。